Shall we begin? Hello, everyone! Welcome to Linus Man TV! はい。ということで、今日もやってまいりました、リノスマンでございます。皆さんの心の友、リノスマンでございます。本日もご覧になっていただいて、本当にありがとうございます。今日の動画なんですけれども、もちろん、マイスニーカーイントロダクション!はい、マイスニーカーイントロダクションと題しましてですね、僕が持っているスニーカーを、今日も紹介していきたいと思います。それでは早速いきましょう。今日紹介する一足はこちらです。ドドーン、ナイキエアジョーダンアルファ1です。今日はこれを、紹介していきたいと思うんですけれども、最近はですね、1週間単位でですね、テーマを決めて、紹介していってるんですけれども、今週はですね、このエアジョーダンアルファ1、これをですね、まあカラー別っていうことになるんですけれども、これを紹介していきたいと、思います。今日はですね、その中でもこの大人気からブレッド、こちらにしました。いやー、でもやっぱりこの黒と赤の配色っていうのは最高にかっこいいですよね。このエアジョーダン1のデザインの黒赤っていうのはもう、世界一かっこいいかもしれないですね、本当に。ですね、まあこのアルファ1というモデル、知らない方もね、いると思うので、まあ若い方は多分ね、わかんないと思うんですけども、ちょっとこのアルファ1のことを紹介しようかな。まあ見た目もがっつりエアジョーダン1ですよね。で基本、2009年とか2010年とかその頃にですね、中心で展開されていたんですけれども、でまあエアジョーダン1のデザインで、で現代風にですね、履き心地とかをアップデートしてですね、非常に履き心地がいいのでオンコートでも使えて、でそうですね、デザインがまあ AJ1 なんでね、人気の AJ1 なんでオフコートでももちろん使える、そんな特徴のある一足でしたね。ナイキ ID なんかでも展開してたんで、結構オリジナルのカラーでですね、作って、それこそオンコートで履かれてるっていう人も結構いたような気がします。はいはい。でそうですね、まあ今日、まあ、この靴のね特徴バーって言っちゃうと、1週間喋ることなくなっちゃうので、あとまあ機能だとかね、そういったことはですね、まあ少しずつ小分けにして話していきたいなと思います。ということで、今日はこのぐらいにしておきます。はい。今日紹介したスニーカーはですね、エアジョーダンアルファ1、ブレッド、こちら紹介させていただきました。ぜひね、楽しみにしていてください。ちょっとでも面白かったなという方はですね、いいねを押してください。そしてぜひぜひチャンネル登録の方も合わせて、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日も最後までご視聴本当にありがとうございました。 See you next movie! Bye bye! Thank you!